アブラハム・ホプマンはオランダの航空のパイオニアである。1804年に自作の熱気球でオランダ人として最初に飛行に成功した。ライデンで運河船頭の息子で生まれた。毛川章の傍ら、危機を作った。結婚の後、ハールレムに住んだ。ハールレムでは彼は物理学教師のルイス・サミュエル・ラディと知り合い、無人の気球の制作に夢中になった。 1804年に有人気球飛行を行うと新聞に発表して資金の提供を求めた。1804年7月5日、アムステルダムのオーバートゥームズウェグで準備が始められたが、気球が十分、充填されず、監修に帰るように頼まなければならなかった。翌日、気球は十分に膨らんだが、人を乗せて浮上することはできなかった。それでも監修は、 無人の気球が飛翔したので失望することはなかった。無人の気球はオランダを飛行し、デーフェンテルに落下した。スポンサーたちは希望を失わず、1804年9月29日、再び飛行が行われ、アブラハム・ホップマンは、ロッテルダムから50分の飛行に成功し、スヒーダムに着陸した。 デイフェルウクの通りに、名前が付けられている http www.oudleiden.nl pdf 1942.pdf 派と、ヒリシュビバウッグ。ありがとうございます。